富永、今日も試合あったの？イリノイ大学と。富永ってあれじゃないの？準決勝全米2位のとこと戦うんじゃなかったっけ？あ、そっか、インディアナに23点決めて、あ、これが準決か。イリノイ大学が準決勝ってこと？で、今日負けたんよね。じゃあ見るか。残念だったね、負けちゃったんだね。なんで負けたんだろう。試合を見ないと理由がわからんけど。ティップアフ。ちょっとこれは前に流れすぎたかな。フローターはよく言われる、まあ真上に飛びましょうっていう教えられ方を結構されるけど、これはちょっと前重心になりすぎて、ちょっとボールが思ったより強かったかな。うまし。でも外れちゃったけど、このパスのタイミングはレートスイッチしづらいパスのタイミングだから、ちょうど今日ね、ウルブズジャズでもこのシーン起きたんよ。ナズリードのポップアウトにスリー打たせるためにエドワーズが早めにパスして、で早めにパスされたからレートスイッチ間に合わなくて、こうやってランデールみたいにナズリードもスリー打てたっていうのがあったんだけど、これをこうフリースローラインよりも内側、まあペイントまで侵入してパスとかじゃなくて、このタイミングで出すことで、まあ本当はね0番が行きたい可能性もあるんだけど、さすがにここでこのタイミングで行くのはちょっと難しいっていうのがあって、富永 X アウト、クローズアウト決められる。お、イージー、ああ珍しい。富永もあれか、ワンチャンプルアップ3の方が確率いい説。あ、まあこれは確かにタフかどうかで言ったら、まあタフショットには入る部類だとは思うね。これはスクリーンも何もかかってない状態で V カットで自分でもらって、そのまま打ってるだけだから、これはタフかイージーかって言われたら、まあタフショットにはなると思う。ちょっとこれ油断したね。このディフェンスはあんま良くないと思う。うおー、うまい。これ多分だけどさ、ちゃんとこのウィークサイドブロック狙ってる選手のことを頭に入ってただろうね。これ多分自分のマークにブロックされないためにハイグラスで打ったんじゃなくて、この0番にブロックされないためにもうここで間接視野で入ってるんじゃないかな。0番来るなーみたいな。うん、うまいね。この白い角よりもさらに上のところに当ててブロックされないように。フィニッシュ能力も上がってるよな。ああ、これはちょっと普通のターンオーバーやな。いいね。あ、いいね。これはじゃあ見てないんじゃないの、ゴール。見てるか。でもいいね、自信ありそうで。この時点では勝ってるんだ、7点差で。ああ、これも確かにタフシュートだね。もう一回こうバレ状にボール預けて、もう一回ハンドオフもらいに来て、無理だったらカッティングしてレイアップみたいな。でそのレイアップを防ぐためにヘルプ寄ったら3番がフリーになって3番がシュートみたいな。そこまでやれると周りももうちょいプレーに絡めるし、まあ、自分のリズムではあったんだろうけど、カリーとかだったらワンチャンドレイモンドに預けてもう一回もらってみたいな動きを、まあ、プレーオフとかだったらしてるかもしれないね。
もうやっぱネブラスカはねリバウンドに特化したチームだから、こういうね毎回ボックスアウトちゃんとするっていう、これがあるから相手もイラついてちょっと手使って富永を押しのけてみたいな、こういうのもバンプファーストだからこそ起こるファールだよね。すごく大事。相手がイラついてるっていうのはすごくいい指標になると思う、ディフェンスできてるかどうかで。あ、チャージングももらえてる。まあ、ちょっと優しい気もするけどな。まあ、手使ったんかな、ここで。ああ。スピードそんな出てないからちょっと優しそうに見えたけど、まあ、多分手使ったんだろうね。うん、このシュートはまあいいと思う。これはタフじゃないかな。これはスクリーンもちゃんと使ってるし、まあ打つ流れではあるかな。12点差で勝ってるじゃん。前半の点差を逆転されちゃったってこと？後半。来たか？もしかしてワンチャン？あー、エアボールね。13点差。後半も13点空いた状態から、ああ。うまし。この左利きだと左足が前に出る方が自然な打ち方なんだけど、これ右足が前に出ちゃってるじゃん。体をひねらなきゃいけなかったから、その反動で右足が前に出ちゃってるんだけど、でもやっぱり自然なシュートは左利きだったら左足が前に出て打つのが自然なんよ。だからこの右足が前にこうドリフトしちゃってる体勢で決めるって結構難しくて、でもこれ決めちゃってるから、やっぱシューターとしての素質があるというか、まあ、素質っていうか、もうその素質はもう目に見えてるんだけど、普通はねこのまま打ちたいんだけどね、この左足が前に出た状態のまま打ちたいんだけど、まあ、ちょっと遠心力が強すぎて右足前に出ちゃって、それとちょっとねバランス取りづらかったりするんだけど、それでも決めれるのはやっぱさすがね。てかこれで15点差やん。え？どうやって負けたん逆に。富永が乱発しちゃったとかってこと？全然動きがなくてみたいな。 あスペース悪い。これはちょっとバレジャオとランデールがやりたいことがちょっとごちゃごちゃになっちゃってるね。富永ショット決まらない。あー、まずい。4点差。トミーナイス。ピックで、あ、相手スイッチするしてるんだ。スイッチディフェンスにあんまりうまく対応できなかったってことなのかな。もうこのシーンは決めれてるけど、ファールか。 OK。 4点差、5点差、3点差になってる。なんか富永今日ドリブル多いな。相手のディフェンスがうまくいってる感じするかも。なんか普段いつもよりドリブルの回数が多い気がする、富永の。まさかの、あー、 OK。1点差になってる。いやーでもディフェンス硬いな。これも決めてるけど、まあ、このディフェンス続けれるんだったらイリノイにチャンス回ってきそうな感じするね。
ハンドオフ、ビアスクリーン、いいオフェンス。ああ、トラベリングなの、今の。本当はね、バレジャオはダイブするんだけど、ピックアンドロールで、普通はダイブするんだけど、ダイブすると見せかけて、方向転換して、スクリーンかけて。トラベリングなんだ。ああ、めちゃくちゃ点差開いてる。8点差になってる、気づいたら。やっぱディフェンスが硬そう。全部富永のシュートタフっぽくなってるじゃん。ほら、これも。イリノイディフェンスやば。通りで富永のドリブルの回数が多そうに見えるわけだわ。強度えぐいな、イリノイ。オフボールのプレーは結構うまくいってるね。これも止められてはいるけど、まあ、ここで2対1でできてるし、やっぱボールピックよりもオフボールのスクリーンで。いやー、でもイリノイ硬えな、これ。一人飛んで完全に負けてる状態なのに止めれちゃってる。11点差。あった。後半怒涛の逆転劇だったのかな。この強度が NBA では普通。どうだろうね。 NBA も能力はあっても別に強度がどこのチームも高いわけじゃないから、どうなん。しかも82試合っていうめちゃめちゃタイトなスケジュールの中で、毎試合これぐらいのイリノイみたいな強度を保てるかって言われたら難しいと思う。イリノイからしたらビッグテントーナメントってプレイインみたいな感じなわけでしょ。プレイオフみたいな。やっぱりレギュラーシーズンよりもイリノイも強度は高かったんじゃない。富永にマークした選手が40点決めてた。うわー、そうか。じゃあちょっとマイナスだったんかな、今日の試合は。富永の弱点をあらわにしてしまった試合になったんかな、今日ね。準々決勝のまま終わってくれれば、富永のいいとこだけ出せたと思うけど、さすがに能力がすごかった。ああ、そうなんだ。まあでも、あれでしょ、まだマーチマットネスに参加できる権利はあるんだっけ。まあ、インディアナは富永全く狙ってこなかったからね。もうずっとウェンバンヤマみたいなやつがポストするみたいな感じのチームだったから。イリノイのコーチが試合後、富永にもう君と対戦することがないなんて嬉しいって直接話したみたい。めちゃめちゃ選手冥利に尽きる言葉だね。すごく嬉しかったんじゃない、その言葉。朝7時に組み合わせ決めるっぽい。マーチマットネスの組み合わせを朝7時に、今日の朝7時に決めるってこと。